こんにちは、松本直之です。今回はビニールマルチの役割について詳しくお話ししていきたいと思います。畑を見るときに黒のビニールマルチがぶわーっと敷かれている場面ってご覧になったことあると思います。一般消費者から見るとあの光景っていうのは少し違和感あると思うんですよ。でも生産者としてはあれ結構役割としては大きいですので、なかなかあの仕様をやめてしまうっていうところが少し抵抗があって、でいわゆるその有機農業者の中にはああいうビニール資材を使うことに抵抗ある方いらっしゃると思うんですけれども、そのビニールマルチ、ビニール資材の目的、それを使う目的とそれの効果、役割っていうものを知ると、手放せなくなる可能性がありますので、ぜひ最後までご覧いただいて少し頭のその考え方を柔らかくしてもらえればいいかなと思います。で、ざっくりとそのビニールマルチの目的、役割をお話ししたいんですけれども、ビニールマルチって言ってもいくつか種類があって、黒いビニールマルチもあれば透明なものもありますし、白いものもありますし、他にも緑色とかいろいろあって、それぞれ目的が違うので、ここで一括りにすることはできないんですけど、今回はその黒のビニールマルチについてお話ししてみたいと思います。で、実際じゃあ役割は何なのかっていうと、大きく見て2つあると思います。で、1つは黒いと光通しませんから、そこにその地面の下草生えないんですね。だから草を生えなくするっていう目的でビニールマルチかけたりします。で、もう一つの役割としては地温上昇ですね。地面の温度を覆っている部分の地面の温度を上げるっていう目的でビニールが使用されます。で、草を抑えるっていうところ、これ話すまでもなくパッと考えたらすぐ分かることですので、今回は省略をさせていただいて、今回地温上昇について少し詳しく見ていきたいと思います。で、実際に例えば比較実験としてマルチがかかっている畝とかかってない畝で何か野菜を同時に育てたとしたら、生育にやっぱり差が結構出るんですよ。寒い季節特に差が出ます。夏は全然関係ないですよ。草抑えの目的ぐらいしかないので、地温上昇を逆にさせるとまずいような感じですけども、寒い季節は特に温度の上昇がありますから生育に顕著に差が出ます。だからその辺であえて生育を早めるために黒いビニールを使う、マルチを使うっていうところ、これはビニール資材を使う役割としてはものすごく大きいんですよ。で、栽培を突き詰めていって作物の旬っていうものを考えて健康に育つためにはどうしたらいいかみたいのを追求している方にとって、ビニールを使うことによって季節感をずらす、土を上げて季節をずらすっていうことが本当にいいのかっていう疑問を持たれる方、おそらくおられると思います。ただこれについても少し整理して考えてみると、そうでもない、ずらすことはそんな悪いことじゃないなって思えてくるんですね。で、これについてなんですけれども、野菜の作物の旬というものを少し考えてみる必要があります。旬ってなんだって話をまず考えなきゃいけないんですよ。で、これ人によってというか定義があるようでないような感じなんですけども、ざっくりと言ってしまうと、その作物の持っている快適な気候ってあるんですね。快適な気候で育てることで、そこで元気に健康に育つことで作物は美味しくなるし栄養価も高くなるっていうことになってくるんですけども、とにかく元気に育てるために旬を追求するっていうところ、これは大事だとは思うんですよ。
で、じゃあビニールを使うと旬が広がるっていうところ、これ実はあのメリットなんですね。例えば小松菜を考えてもらうと少しわかると思うんですけども、小松菜の生育適温っていうのは15から20度って言われてます。この15から20度っていうのは春でいうとだいたい5月ぐらいの気候なんですよ。だから5月に小松菜を収穫したいと思ったら、まあ2ヶ月ぐらい前に種をまいて5月に収穫というふうな作型になってくるんですけども、その旬ばかりを追求してると5月にしか小松菜を出荷できないってことになるんですよ。それはあの生産者としては非常にもったいないことですし、あの食べてくれる人が小松菜をもっとたくさん食べたいって待ってる可能性ありますから、もっと長く出荷したいんですよ、農家としては。でその時にマルチを使うっていう方法がすごく有効になってきて、小松菜の旬を追求すれば5月が快適です。でも黒いビニールマルチを使うことによって、ちょっと寒い季節4月にも5月に似た気候を作り出せるっていうことなんですよ。地面の中温まりますから。4月なんだけども5月に近い気候に変わって、小松菜にとっては4月でも快適に育つっていうことなんですね。だからマルチを使うことで旬をあえて広げることができる、ずらすっていうよりは広げる可能性があるんですよ。だからそのビニールマルチを使うこと、その効果を分かった上で上手に使うことで野菜の旬っていうものを、作物の旬っていうものをちゃんと追求できるっていうことなんですよ。であのビニール資材をその環境負荷がある石油製品だから環境にとって良くない、これは良くないっていう話もあると思うんですけども、まあそれはちょっとあまり深く追求はしたくないんですが、あの私たちって人間って服着ますよね。でこの服って年中全く同じじゃなくて、寒い季節になればこれよりもっと着込みますし、暑い夏になればこれよりもっと薄いシャツを着ると思うんですよ。それは私たち自身が服によって体温調節をしているということになるんです。で家に帰ればエアコンあります、暖房器具あります。寒ければ暖房つけて部屋温めますし、暑ければエアコンかけて部屋を涼しくするんですよ。私たちはいろんなものを使って体温を調節して快適に過ごせるようにしてるのに、その畑にある作物にじゃあそれをやっちゃダメなのかっていうところをちょっと考えてみてほしいんですよ。あの畑でいる、そこに育っている作物もやっぱり快適に過ごしたいと思ってるんですね。で快適に過ごすためにビニールマルチを使うっていうふうに考えてもらうと、もうビニールマルチは私たちにとっての服と同じなんですね。だからその環境負荷がどうこうっていうところを含めていくとまた少し話が複雑になりますけども、ビニールマルチの役割を考えると決してあの資材は悪いものではないっていうことをちょっと覚えておいてほしいなと思います。で雪の業者の方、できればマルチ使いたくない、環境負荷かからないように、まあ、ビニール的な資材は使いたくないって思われるかもしれないですけれども、その食べてくれる人がやっぱり満足してほしいですから、食べてくれる人にとって何が一番いいのか、旬をずらしすぎるのは良くないですけれども、旬を広げることによっていろんな種類のものを長くたくさんお届けできると思えば、資材の活用もまあそうそう悪いもんではないかなと思います。少しあの頭を柔らかくしていろんなところ資材っていうものを捉えてほしいなと思います。参考になれば幸いです。どうもありがとうございます。